こんにちは、斉藤ひとり一番です。恵美子芝村のふわふわチャンネルです。地球村ラジオ第3回目の今日は、人生を開くそのままで大丈夫というお話をさせていただきます。どういうお話かと言いますと、聞いているうちに根拠のない自信がついてきて、失敗を恐れることがなくなってくる、そういうお話です。周りのみんながどんなに一寸先は闇だと言っていても、自分だけは、いや、私の人生は一寸先は光だよと明るく楽しく生きられる、そんなお話をしていきます。このお話を聞いて良かったと思った方は、ぜひいいねと拡散、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。以前、ひとりさんが人前で私のことをこんな風に褒めてくれたことがあります。恵美子さんはいつも一生懸命なんです。失敗している時ですら一生懸命だった。それってすごく大切なことなんですよ。ひとりさんに褒められて、私は一瞬やったーと喜んだのですが、あれ、ところで私ってそんなに失敗したっけ、そう思ってしまったんですね。確かに私はこれまであっちぶつかりこっちぶつかりしてきたのですが、でもその経験から私は私なりの成長と人生の学びを得たような気がします。この人生の学びというものがどれほど価値あるものなのか、知っている人は運がいい人です。学びは心を耕し、人生を豊かにしてくれる宝物なのですから。私はついていることに、そのことをひとりさんから教わりました。それ以来、私の意識には失敗という言葉はありませんし、現実の人生においても失敗と気づかずにがむしゃらにやってきたように思います。私も過去、八方塞がりの状態を経験したことが何度かあるのですが、前後左右至るところが塞がっていても、自分の頭の上は空いているのです。だから上に上がろうと思えばいいだけなのです。そのように思った瞬間から展開が変わってきて、想像以上の良いことが起きてくるように人生はなっています。もうちょっと詳しく言うと、上に上がるといってもスカイツリーのてっぺんまで一気にジャンプするというようなものすごいことをするわけではありません。上に上がる時は常に今の自分より一歩上の努力なのです。皆さんは2階に行くのに階段を1段ずつ上がっていくでしょ。それが一歩上の努力です。それはスカイツリーのてっぺんまで一気にジャンプするようなものでは決してないのです。さらに言うと、八方塞がりでも上は空いている、じゃあその上に行くにはどうしたらいいだろうと考えると、天からのアイデアを必ず引き寄せることができます。これは私だからそうなったのではありません。一つ上の自分に挑戦しようとする人には、神様も守護霊様も指導霊様もご先祖様だってあなたの味方をしてくれます。そのように人生はなっているようです。そうは言っても、恵美子さん、私のように何の才能もない人間が上に上がるなんてとてもとてもと思っている人も中にはいるかもしれないですね。あなたのその気持ちはわかりますよ。だって私が一つ上に上がろうと思えたのは、何か特別な才能や能力があったからではないのです。私の背中を押したものは根拠のない自信でした。それまで積み重ねてきた経験や知識、実績、そして実力などによる根拠ある自信ではありません。もともとそういうものが一切ない根拠のない自信があって、上が空いているということは、どんな状況であっても私はそこへ行けるんだ、そう思ってしまったのです。その根拠のない自信を持つために、これしなきゃ、あれもやらなきゃ、そんな大変な思いをする必要はないんですよ。そのままで大丈夫、この言葉の魔法を使えばいいのです。自分自身にそのままで大丈夫と言ってあげてください。言えば言うほどパワーがみなぎってきて、自分の中から根拠のない自信があふれてきます。
先行きが不透明な時代にあって、一寸先は闇であるかのようなことを言う人はたくさんいます。でもそのままで大丈夫と言っているあなたには、どんな闇も一瞬にして消し去るパワーが備わります。一寸先が光になるのです。私の話は信じられないかもしれませんが、それが神の真理なのです。だから軽い気持ちで言ってみてください。今の私はそのままで大丈夫だと。最後に、あっちぶつかりこっちぶつかりしてきた私から皆さんへ、視聴者の皆さんの中には、もしかすると道に迷って失敗してはいけないというような気がしている方がいらっしゃるかもしれません。でも道に迷うことは悪いことでは決してありません。私はそのことを自分の経験から知っています。道に迷うことは失敗ではありません。道に迷うからこそ道を覚えることができるのです。自分の足の裏で感じ取りながら歩いた道は忘れることなどできないのです。しかも自分の後からやってくる人にも、経験に基づいたアドバイスができ、喜ばれます。そうやって私の人生は豊かになっていきました。そして今があるのです。だから自分を否定しないでください。何があってもせめて自分だけは自分の味方でいてあげてほしいのです。それにはたった一言、そのままで大丈夫と言えばいい。それであなたの人生は開きます。そろそろお時間ですね。今回のお話はいかがでしたか？次回はテーマを変えてお話ししますね。あなたの幸せを応援しています。斉藤ひとり一番です。恵美子柴村でした。